はようございまっちょ。フォルテです。今日は僕もともと100キロあったんですけども、30キロやつでどのくらい人生が変わったのか話していきたいなと思いまっちょ。なぜ僕が痩せたいと思ったのか、以前話した動画でも軽く紹介したんですけども、死ぬほどモテたかった、それだけです。実際どんな風に人生が変わったか話していきたいなと思いまっちょ。1つ目、まず太っている時にペンを忘れ女の子に話しかけた場合、やっべ忘れてしもうた、すいません、鉛筆とか貸してもらったりできますか、すいません、私持ってないんです、ごめんなさい。今、すいません、鉛筆貸してもらってもいいですか、あ、どうぞ、全然です。え、てか同じ学部ですか。会話が続くようになる。2つ目、バイト先のミス、太っていると、すいません、すいません、すいません、もうまた間違えたの、何回言ったら分かるの、もう本当にいい加減にして、気をつけて。今、すいません、本当にすいません。いいよいいよ、私がカバーしてあげるから。エコひいき。3つ目、可愛い女の子に連絡先を聞こうとしたとき、すいません、LINE とかって教えてもらってもいいですか。あ、LINE ですか、はいどうぞ。ありがとうございます。今、すいません、 LINE とかって教えてもらってもいいですか。あ、 LINE ですか、もちろんです、はい。え、てか知れて嬉しい、スタンプ送ってきますね、よろしくお願いします。明らかな行為。3つ目、あ、4つ目、 LINE でご飯を誘った時、太っている時、あの子可愛いからご飯誘ってみよう。今、あの女の子に連絡送ってみよう。デートはスムーズ。5つ目、バレンタインデー、あー今日バレンタインか、あれ誰からももらえなかったな。今、手紙付きの本命チョコやゴディバのチョコ食べ過ぎ注意。6つ目、友達とご飯に行った時、太ってる時、もうお前食べ過ぎやって、もうてか絶対高くなるやん。はあ、今、ご飯行こうよ、え、めっちゃ楽しみ、うまいな楽しいな。病、結果発表、ダイエットして本当に良かった、人生がすんげえ変わった、社会の風当たりも良くなって自信もついてモテるようになった。だからこそ俺はピアニストを目指してこれから必ず売れてやろうと思ってる。だからみんな高評価チャンネル登録よろしくお願いしまっちょ。まあ今後俺がモテた話についても少しずつ暴いていきたいので、バイバイ、ありがとうございました。見てくれてありがとうね、よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね、これマッチョ細マッチョマッチョマッスルマッスルボーイ、マッチョ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 。